ウクライナインターネット党はウクライナの政党。2010年に政党登録された。官僚に対抗する電子政府をスローガンに掲げるインターネット政党。2014年最高議会選挙の候補者2006年から2007年にかけてウクライナのハッカーであるドミトリー・ゴルボフが設立を提唱し、2007年10月1日に決闘大会が開催された。 2009年3月1日に、オデッサのホテルマグノリアでマスコミを招待して、正式な党大会を開催した。設立メンバーには、ムエタイのスーパーヘビー級チャンピオンのデニス・グリゴリエフや、弁護士のペトロ・ボイコがいる。2012年ウクライナ最高議会選挙では、候補者一人を擁立するが、落選したため議席を獲得することはできなかった。2013年1月23日、 キエフ地区行政裁判所から法律遵守義務違反を理由に政党登録を取り消される。これに対し、ウクライナインターネット等は決定を不服として4月2日に控訴し、9月17日に、ウクライナ最高行政裁判所は、キエフ地区行政裁判所による政党登録取り消しの無効を決定した。最高行政裁判所の判決を受け、2014年3月に、 ウクライナの政党登録ウェブサイトに、ウクライナインターネット等の情報が復元された。2014年最高議会選挙の得票率2014年、ウクライナ大統領選挙では、党内予備選挙を経て、公認候補となったダース・アレクセイ・ビチ・ベーダーを擁立するが、身元が確認できないという理由で、ウクライナ中央選挙管理委員会から出馬登録を拒否された。そのため、ベーダーは、 大統領選挙には出馬できなかったが、同日実施されたケーフとオデッサの市長選挙に出馬している。また、10月に実施された2014年ウクライナ、最高議会選挙でもスター・ウォーズシリーズのキャラクターを、ナノルダース・ビクトロビチ、ベーラー、インペラトール・ビクトロビチ、パルパティーン、ステパン・ミハイロビチ中チバッカ、パドメ・ニコライブナ、アミダラ、 マスター・ウラジー・ミロビチ・ヨーダラ17人の候補者を擁立するが0.36%の得票しか得られず5%条項を満たすことができなかったため議席を得ることができなかった。2015年10月23日にはウクライナの共産主義解体政策の一環としてウラジー・ミル・レーニン像がダース・ベーダー像に作り替えられた式典にウクライナインターネット党員が出席している。 党のロゴウクライナの経済発展とインターネット技術の導入を掲げ、ウクライナの投資対象としての魅力の強化を目指している。ありがとうございます。